こんにちは、早川洋平です。石田イラ恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第108回です。イラさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、前々回も22歳だったと思うんですけど、また若い女性からですね、いただいています。私は同年代の友達ができません、コミュニケーションは人並みに取れます。話せないとか嫌われているのではないのですが、気の合う人が見つけられず寂しいです。通信制の高校だったので、一人で勉強しバイトをして一人での時間を過ごしてきました。一人で18切符、青春18切符ですね、を使って国内旅行したり、美術館、クラシックコンサート、トールペイントやフラワーアレンジメントなどの習い事をしてきました。読書も大好きですし、去年の初めての海外旅行でプラハとヘルシンキに行くなど、渋いね。一人でいることは苦ではなく、一人でも楽しいと思えるタイプなので、他人を必要としなかったのもあると思います。現在は看護学生をしながら趣味を楽しみ、家では本と新聞を読んで過ごしています。でもそろそろ誰かと一緒に楽しみたいです。私の生活と同年代の人たちの生活があまりにも違いすぎて疎外感を感じます。どこに行けば私みたいな人がいますか？イラさんの考える友達パートナーって何ですか？教えてください。なるほどね。ただ一人でいる時間のパーセンテージっていうのかな、人間ってそれぞれ自分にとって一人でいる時間の割合が決まってるんですよね、これがゼロの人もいるじゃないですか、仕事でもそうで、よく寝るときも寮だったり、あるいは学生のクラブでずっとスポーツをやっている、で全て団体行動みたいな、そういうことができる人もいれば、このあなたみたいにいつも単独行動で動いていくっていう人もいるんですよね、なのであんまり気にしなくていいと思います。でこのタイプは逆に言うと、なかなか友達ができにくいし、パートナーもね、でもできるときちんと、いい関係を作れるので、僕はなんかこの人の生き方はすごく素敵だと思うけどな。なんかセンスいいっていうかね、しっかりしてますよね。ただ習い事だったり、いろいろバイトだったりしてるじゃないですか。その過程でもうちょっと自分から何かアプローチでもいいかもね。人との出会いはたくさんあったと思うんだけど、基本的にまあ、学校が通信制だったりっていうのもあって、単独行動、単独で考えて動く癖がついちゃってるんでしょうね。なので、どこかでその癖を少し外して、例えば、なんでしょうね、コンサートだったり、習い事だったりの時に、自分から誰かにちょっとアプローチして、見る、はこういうのって楽しい、素敵ですよね。私はこういう、音楽が好きなんですけど、みたいなことを話しかけてみたりするっていうのを、ちょっとやってみれば、いい友達ができると思うよ。で、同世代の友達なんて無理して探すことないんじゃない、この人なんか、すごく成熟しているところがあるので、少し年上の、センスのいい人と付き合おうよ。だって22歳でガチャガチャ遊んでる子たちってさ、正直言ってバカばっかりだから、無理だよね。楽しくないもん。でもなんでしょう。こう、人によるのかもしれないけど、僕も、なんかこの22歳とか、やっぱ大学生の時、なんかちょっとそういう時期ってありますよね。あれ何なんですかね。いや、あれもう単純に言ってしまうと、自分の社会の中での立ち位置とか役割が分からなくて、で、自分の力も分からなくて不安で、人を遠ざけるっていう時が誰でもあるんだよね。だから10代の後半から20代の前半って、そういう時期なんじゃない？自分が何者か分からない。なので、自分をさらけ出せないし、そうなんですね、自分の考えだったり意見には自信が持てないっていうね。でもその時期も必ず乗り越えるし、今コツコツやっていることはみんな後で役に立つので、この生き方を続けながら、たまに、あれちょっとこの人いいかもっていう人には、自分からちょっとだけアプローチをかける。でもそんなに無理して頑張らなくていいから、そうですね。ダメだったらさらっと流す。で、また次に行く。そうやって、次の10年ぐらいの間に、本当に何でも話せる仲のいい友達が2、3人、素敵な恋人が1人見つかれば人生大成功じゃないかな。ね、友達100人できるからなんて歌ありますけど、そんな100人なんてね、いらないですから。大体LINE の登録の数とかをえばってるやつってバカばっかりなので、そういうのもうほっとけばいいんじゃないですかね。別にね、そういう人たちは勝手にやってもらって、こういう人は、それとみんななかなか出会いがないって言いますけど、出会いはないからね。
ない。ない。普通は、2、3年に一度ぐらい、たまに、うわ、この人いいっていうのが現れて、うまくいったりいかなかったりするもんなんですよ。確かに。なので、出会いがないのが当然だし、うん、その、ね、うちの学校もうちの会社も、ろくな男がいないとか女の子みんな言ってますけど、それが普通ですからね。そのろくでもない男たちを、別な会社の女の子があの人素敵って言ってるだけなので、あ、そうですね、うん。ちょっとまあ、見つからないものだと。そうですね。あの、人生は砂漠の旅だと思ってください。なるほど。まあ、その中でね、ちょっと。そう、耐えて耐えて、はい、3年に一度オアシスがある、はい。素敵ですね、それもね。いや、それでいいんじゃない？で、その出会いに向かって、この人みたいにさ、自分をちゃんと磨き上げていけばいいんじゃないの？プラハに行き、ヘルシンキに行きね。うん、そう。いいですね。いや、素晴らしいじゃないですか。でも、ヘルシンキでなんかあってほしかったね。そうですね。うん、ヘルシンキだったら、アジア人の女の子は絶対にモテるので、確かに。ちょっともったいなかったよね。割と近いですね、うん。フィンランドですもんね。うん、楽しんでください。はい、頑張ってね。さあ、この番組では皆様からのご質問を募集しています。また、イラさんと双方向でつながれるオンラインサロン世界フィクションでできているの会員も不定期で募集しています。詳しくはイラさんのホームページをご覧ください、うん、ということで今日は第108回でした、はい、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。